ジェームス・ウィルクスは、イギリスの男性総合格闘家、イングランドレスターシャー出身、アメリカ合衆国カリフォルニア州ラグナ・ヒルズ在住、ライトニング MMA 所属、元グラディエーター、チャレンジウェルター級王者、t u f 級ウェルター級王者、イーストミッドランズのレスターシャーに生まれる、1996年にアッピンガムスクールを卒業後は、ボーンマス大学に進学し、 2000年に卒業した。また、同年6月、アメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ郡に移住した。イギリスでは、カラテとテコンドーを学び、米国移住後は、エリック・パーソンの下で、グラップリングを学んだ。2003年10月12日、ローマン・ミティシャンとの一戦で、プロデビュー。2009年には、UFC との契約をかけたリアリティ番組、 ザ・アルティメット・ファイターのシーズン9にマイケル・ビスピン、率いるチームイギリスの一員として、出演、1回戦では、チェ・ミルズに、勝利、2回戦と準決勝は共に、フランク・レスターに勝利し、決勝に進出する。シーズンの収録終了後は地元で、自らのジム、ライトニング・ MMA をオープン、6月20日の、ザ・アルティメット・ファイター、ユナイテッド・ステーツ・ VS。 ユナイテッドキングダムフィナーレで行われた決勝では、アメリカチームに属していたダマルケス・ジョンソンと対戦。グラウンドで攻め続け1ラウンド終了間際に、チョークで一本勝ちを収め、ウェルター級トーナメントを制した。2009年11月14日、UFC105 でマット・ブラウンと対戦し、マウントパンチで TKO 負けを喫した。2010年6月12日、UFC115 で、 ペーター・ソボッタと対戦し、3から0の判定勝ち。10月16日、UFC120 でクロード・パトリックと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2012年5月14日、積水の負傷を理由に引退を表明した。ありがとうございます。